気になりますね。次早く乗りたいな。そうなんで馬力上がります。えこれだけですごい。それで20馬力に入るんだろう。全然5万出しますよね。車の話出張サガロ店のコーナーです。イエーイ、始まりました。始まりましたね。はい、というわけで今回もロアチとお届けしていきたいと思います。ということで今回はですね、はい、我々ね、以前デリカ D5 ご紹介したの覚えてますか？そうですね、アヘッドさんまで行って紹介させていただきました、はい、結構デリカ馴染み深いですよね、私たち最近。じゃじゃん。あ、またデリカだ。2代目でございます。新しく作りました。前回ちょっとデリカの知識は皆さんに教わったので、はい、今回もいろいろポイント聞きたいなと思うんですけど、はい、まあ、実はほとんど変わらないんです、仕様としては、はい、オートフラックさんのパーツをつけてっていうところはもちろん一緒なんですけど、まあ、今回ですね、まあ、大きく変わったポイントというか、はい、デリカ結構ですね、タイヤとホイールのマッチングやっぱ選ぶんですよ。あ、そうなんですね、はい、なので、まあ、今回はそこと、うん、ちょっとね、新しくまたつけたパーツあるんで、あ、そこじゃ紹介していただく形で、はい、まあ、もうね、ちらちら映ってますけれども、まずはね、タイヤの方見ていきたいと思います、はい、はい、もともとね、前ついてたホイールも実は一緒なんですけど、はいはい、これね、MLJ さんのエクストリーム JXJ04 っていうホイールなんですけど、もともと16インチ入ってました。もともとが16で、はい、で、今回ですね、2号機17インチ化しました。お、インチアップ、インチアップしましたあとは実はですね、東洋さん、はいはい、新しいタイヤを出されていて、はい、これオープンカントリーの AT3 っていうやつで、はい、ホワイトレター入ってますね。これかっこいいですね、はい、ホワイトレター。なので今回このマッチングで新しくやらせてもらってて、はい、またね、これが今回はちょっと試乗できないんですけどね、乗り心地がすごくよくて柔らかくて、ちょっと気になりますね、次早く乗りたいな。そうなんですよ。ということで、まあ、今回、はい、まあね、7G の42を入れてて、はいはいはい、でそうすると、まあ、やっぱりむっちりめです。タイヤ自体は、2456517なんで、うん、まあ、7G だとちょっとね、むっちり気味の、はい、にはなるんですけど、うん、やっぱりね、この手の車はむっちりしてた方がかっこいいんでっていう形で、フロントはね結構余裕があるんですけど、実はねリアが結構ね、はいはい、内側がギリギリでして、あ、本当だ、はい、実は純正はね18インチのタイヤだったりするんですよ。あ、逆に下げてるんですね。そうだから扁平が意外と18だと薄くて、で、まあ、逆にインチダウンはしてるんですけど、はいはい、ただデリカだとやっぱり16インチとか入ってむっちりさせる人も、うん、そうですね、多いですよね、はい、まあ、新提案です。ちょうどね、このデリカサイズがあるんで、うん、あ、あるんですね。そうなんで、まあ、今回ねちょっとお勧めさせていただきたいなっていうところで、どうせ2号機を作るんだったら何か新しいかっこいいものはないかなと。あ、どうせだったら確かに新しいものを、はい、思いまして、はいはい、こんなものをつけてみました。これなかったですもんね、はい、これはヘッドライトのガードです。ガード、はい、これね結構簡単につくんですけど、あ、本当だ、ここで普通にねじればすぐつけられそうですね、はい、そうなんです。なんでこれ両面テープとネジで止まってる、はめ込みで止まってるんですけど、見た目もかっこよくない、走るぞーみたいなどこでも行けるぞーっていう仕様になってます。はい、これやっぱ丈夫なんですかね。これね結構まあ丈夫ですね、うん、でも軽いですかね、まあ、多少ね動いちゃうんで、うん、そんな結構簡易的についてるんであれなんですけど、うん、まあ、もちろん走行してて落ちるとかじゃないんで、しっかり止まってますしね、はい、結構ねおすすめでございますと、かっこいい、はい、簡単にカスタムできますもんね。結構ねこれね簡単にカスタムできるんでおすすめなんですよ、うん、であとは、はいはい、もう一個ね実はあって、これね結構デリカって専用パーツが多くて、はい、ここにね、はい、ドリンクホルダーが、はいはい、これね専用品なんですよ。あ、そうなん、デリカ専用品。そう、デリカ専用品で、デリカのカスタムがね、またね、うん、面白いんですよいろいろ聞きたい、はい、なのでですね、うん、ぜひちょっとね皆さんでデリカ談義ねさせてもらって、うん、北海道とかもやりたいですね。あ、いいですね、全国のデリカファンの皆さんと、はい、全国のデリカファン暑いですから、デリカファンはね結構いそうですもんね。はいはい、というわけでですね、まあ、ちょっとね新しいパーツも紹介させていただいた、うん、まあ、2号機なんですけれども、外装はオートフラックスです、うん、極太とこれ上のねルーフバスターって呼んでるんですけど、あ、そうですね、前回も、はい、であとは後ろのラダーとバックアーマーとっていうところと、まあ、あとはねテールライトのカバーがついてたりとかしてる仕様で、はいはい、あとね実はねこのデリカ、はい、やっぱりこういうパーツって丈夫ってことは重くなっちゃうんですよ。そうですよね、重そうですもん、はい、ってなるとやっぱり、ね、ちょっとねパワー不足に感じる、ノーマルと比べるとどうしてもつけちゃうと、はいはいはい、っていうところをブリッツさんのパワコンと呼ばれる部品がついていて、はいはい、まあ、サブコンですね、はい、20馬力上がります。え、これだけですごい。
このねエンジントルクある。あ、ありがとうございます。おお、ね、エンジントルクある、これトルクあるんだよね。あのうちのそのパワースローという商品がついているので、うん、まあ、それはどうなの、絶対パワーなの、はい、それともトルクなの。パワーもトルクもどっちも上がってて。あ、どっちも上がってんだ、はい、パワーだとマックスで大体20馬力くらい、うん、でトルクだと54ニュートンくらい。定価ね5万円ちょっとなんですよ。ね、それで20馬力が手に入るんだろう。20馬力ですよ。全然5万出しますよね。はい、出しますよね。出します出します。はい。っていう形で実はノーマルよりもパワーも上がっていて、うん、かつねその重量も気にならないような形で乗れて、皆さん見てください。ここまでおしゃれにできるんですよ。いやですね、カスタムかっこいいですよね。でもねこれ部品代とコーチ合わせても100万いかないんですよ実は。あ、そんなもんなんですか。はい。専用なのに。はい。へだからね、これはこれで結構おすすめなんですね。もともと新車価格がこれ今500万円ちょっとなんですけど、乗り出しで、はいはい、だからプラス入れてもですよ、ね、100万円ぐらいでこんなにも、うん、純正そのままのよりも全然かっこいいですもん。でこれね全部車検対応なんです。あと何よりも、これも大丈夫なんですか。そう、これ全部車検対応なんですよ。結構そうですよね、2年に1回いろいろ変えて戻して車検戻しってよくやるじゃないですか。これもこのオートフラックさんがもうそういうのも全部適合するように作ってあって、それこそ三菱のもうオートサロンで展示されている車オートフラックさんがついたりとかしてるんですよ。そうなんです。もうそれぐらい有名なメーカーさん、北九州のメーカーさんなんですけど、はい、杉村さん見てますか。はい、今回もご紹介させていただいております。次からちゃんとチェックします。はい、というわけでまあね、こういった形でデリカのカスタムね、やっぱり魅力をどんどん広めていきたいと思いますので、はいはい、ぜひこのデモカーアヘッドにありますんで見に来てください。見てください、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてそしてブレスと、ブレス、ああブレスさんですね、はい、板、ね、金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。